土日3-1、まあまあ上々じゃないですか。まあかなり、まあ運良かったね、流れ良かったね。1試合目負けてたから、 Z のミスだから、 Z というか G の、いた G の。はい、今日自信あった、自信はありました、自信はあったけど、まあ結局あの持っていかれるんで一気に。で、流れゲーだから流れが俺にあったなって感じ。てかまあ Z にあったんだけど、 Z がミスってくれて俺に流れが来たな、でそのままいけたね。まあ自信はありましたけど、まあこれでだいぶあの見たんで、あの選択肢と癖を。で、あの V リバガリとかもまあまああの人読みです。まあもちろんあの見てからいけるんで、見てからやってるんですけど、その心の準備はかなり、まあというか展開的にだいぶあのもう V リバプランだったから。ただあれも実はね、ちょっとミスってるんですよね俺。あれもう未だにミスるんだけど、あの V リバのあの反撃超安くて、まああんま 高いのないんだけど、一応あのまあ2回スウェーで交わしたじゃないですか。ちゃんとやってればノーゲージで倒せた。ほんとあの CA に行ったんだけど、はい。ただまあ大会だったらあれでいいかなっていう気はします。まあ結局大会だとね、ゲージ使ってちゃんと倒しきるっていうのが大事だから、もう俺 V リバ絶対2回するって思ってたから、もうあの2回目で CA で倒そうというプランでもうこう言ってたんで、まああれはもうある意味しょうがないというか、なんだけど、よくよくちゃんと体力とかゲージ状況を見たらノーゲージで倒せた、2回来るって思ってましたね。まあだからあのもうわざと重ねてる、 V リバ刺すように重ねてるんで。あれちなみにあの V リバ投げ抜けも仕込んでるから、投げいくとグラップされるんですよ。なんでまあ投げはなくて、まあそれもそういう入力してるっていうのはもう調べたんで、あの状況だとまあ V リバだろうなっていう。ここが中ラフィなんですよ。だから結構ね、こうスウェーってやった時に中ラフィをやる癖がもうついてて、本当はちゃんと状況に応じて弱ラフィにしたり大ラフィにしたりしなきゃダメで、そこがマジでちゃんとできてなくて、まあ今日もそれでしたよね。2回中ラフィやって CA っていう、あれも本当は1回目を大ラフィにして、で2回まあナイフ持ってたんで、ナイフ持ってる時はまあ一応再現するとこれだったと思うんですけど、あの体力状況だったら、あ、超早そう。多分これでノーゲージで死んだ。1回目を大ラフィにして、2回目をこれにすれば倒せたんですけど、ただこれ結構ナイフ使うんでゲージ、一応このコンボやれるかどうかは多分ギリギリだったんで、大会だとすげえ判断難しいから、まあやんない方がいい場面でもう CA に行ったっていう。そう、むずいんで、これただまあ先に言っときますけど、あんまり細かいとこは言わないですよ。あの、まだあるから。イタゼットとあの決勝リーグで当たるとかあるから。だから結構ね、こう勝って、よっしゃーっつって、なんかもう気持ちよくなっていうあの孫式、ペラペラ言っちゃうんだけど。あの自分の勝率下げることになる。やっぱね、 G 戦ってそのコーディー G 戦ってまあお互いそうなんですけど、中距離がね運ゲーなんですよ。技があのどっちもね強みというか、まあコーディーもやっぱ地上戦強いんですけど、 G と殴り合うとね事故るんですよ。で、G 側も一緒で、G 側も地上戦強いじゃん。仕込んで、みたいなんで強いじゃないですか。事故るんですよ。だからお互い事故るんで。だそういう意味で結構こう、怖いんですよ、大会とかだと。もうこれ一回引っかかったら終わりじゃん。だからそういう意味でちょっと気持ち的に後ろ目に行っちゃうんで、そういう意味でちょっと気持ち前に行こうっていうので、開幕中だ。だから今の Z のこの前たちも、結構そのお互いこの気持ち悪いよ。何かやっぱね、あんまりこう中距離で
やりたくないっていうお互いの意思が出てるこの1試合目。今のもまあ妥協してなければ死んでる。でここの大パン V リバもちょっと遅れて確定取れなくて、まあここさっきとかねトレモで言ってた話、ここをダイラフィにしてここをナイフ投げラピッドにしたらノーゲージで倒せる。ただこのナイフの左下のナイフのゲージとの兼ね合いなんでちょっと判断が難しいのと、もう俺は CA で行くプランをもう結構前に5秒ぐらい前にも考えてたから結果はなりました。まあまあ大会ならこれでいいっす。の試合だったらちょっと反省点って感じ、もうちょいいい選択肢あったよねって感じなんですけど、まあ大会だとまあまあいいでしょう。ここ孫さん出していいですか。これねあんま行かないんですよこの状況。これ行かない、これコーディじゃなかったら行ってもいいんですけど別に、まあでも微妙とかね、コーディじゃなくてもあれかもしれないけど、まあコーディはマジで死ぬんでこれ行かないんですよ。というのもまあ要はこの状況で G がやりたいのってまあ発動なんです。まあ EX オーバー発動なんですけど、この位置で発動されちゃうとガチできつくて、中央はまだいいんですよ。だからここの発動はいいんですよ。ここの発動はなんでそこまで下がってます。ここで発動されてもいいなっていうとこまで下がって勝負してます。全然これで発動されてもまあまあいいよって。まあここは結構、まあ、コーディの強みでもあるんで、まあ、その待ってればそのゾンクがあるんで有利にはなっていくから、ここも下がった方がいいです。はい、で V リバーで、これ V リバーにこれ後ろ投げなんですけど、まあ、これ今アンダー発動だからちょっと違うんですけど、まあオーバー発動ってプラス10取れるんですよ。でアンダー発動はプラ4だっけ、プラ4、プラ4なんですけど、まあ要はまあこれアンダー発動ですからあれですけど、まあオーバー発動だとしてプラ10取られて、まあその大パンと駒投げと、まあ一応あの蹴り逃げシフト狩りとかバックジャンプ狩りとかの蹴りとかっていう、まあその3つぐらいでかなりたくられるんですけど、まあ V リバでいいんですよ基本は。で G 側も G 側でその今言った3つのコード全部に投げを仕込めるんですよ V リバ。これ伊田さんも多分仕込んでると思うんだけど、これ伊田さんってあのこの蹴りやってるんですよ今。俺がここの状況でシフトしたら蹴りが当たります、あのジャガキの方ね、上の波動系ってやってるでしょ。だからここでシフトやってたら死んでました。シフトとバックステとバックジャンプやってたら死んでました。だけど V リバするとこの状況ってまあ G 側は投げ仕込めるんで投げなんですよ。これ別にあの大パンにも仕込めるし、まあちょっとアンダー発動だからちょっと有利フレームが違うから、あの駒投げと大パンってまああんまいかないんですけどこの状況。まあ一応その全部の行動に投げを仕込めると。で俺は投げられていいよので
でさっきの話ですよね。なんで俺が下がってるかって話、これを G を追い詰めてて、追い詰めてる状態でこれやられると後ろ投げされて置き攻めがついてくるんですよ。わかります？そう、入れ替えられて置き攻めがついてくるんですよ。これ今中央だから、まあそのダッシュから有利は取られるんですけど、端よりはきつくないんで、なんでここは結構ぜ、まあ、全キャラ共通で明らか相手が発動してっていうところで、こっちにその V ゲージがあるんであれば結構下がるのは対策ってな感じです。今日ジョンの対ブランカ見れたのは結構クソ。まあそうだね。